はい、どうも皆さんこんにちは、キャーです。はい、ということでね、今回はこちら、東宝プロジェクトの嫌いなキャラ30選不人気ランキング最新決定版2023を、見ていきたいなと思います。以前ショーツでネットで嫌われている東宝キャラランキングトップ10みたいな動画出して、めちゃめちゃバズってね、もういろんなコメントが来てました。まあ予想通り、もう批判の嵐、こんなわけないやみたいなコメントめちゃめちゃ多かったですね。ショーツでは時間の都合上トップ10までしか紹介できなかったんですけど、今回はねもうトップ30全部見ていきたいなと思います。今回見るサイトはこちらの、女子が気になるランキングまとめサイト、ランキーというサイトで見てます。てか女子気になる、このランキング、こんな不名誉なランキング女子って好きなんですか、ということで早速ね見ていきたいなと思います。でなんかさ、このサイトさ、ないろんなほら見て、これ推しの子のキラなキャラ20選不人気ランキングとか、なんかポケモンのやつとか、ブサイクなポケモン50選とか、なんかこういうよくわからんランキングめちゃめちゃ多いのよ。ということで早速ね見ていきましょう。まず東宝プロジェクトはなんかいろいろ書いてありますね。まあ概要とかちょっと多分一つずつ細かく見ていくと多分時間めちゃめちゃ長くなると思うんで、これちょっと飛ばしながら見ていきます。これは結構詳しく書いてあるね。なんだこれ、めちゃめちゃ中国語で書かれてるな。これゆかり様のやつ、世界観、おなんか VTuber とかいろいろ書いてある。これまあいいでしょう。まだ始まったね、見ていきましょうかね。まず第30位、川代みどり。人間と友好的ですって二創作で人気出ただけ、全ての言及はこいつでがっかりなどの理由で不人気なのです、ということで早速すごい言われてますね。理想だけでなくても人気は高いと思います。まあ人気投票はまあそんなめちゃめちゃ上ってわけじゃないと思うんですけども、あれ順位が全てではないですからね。次見ていきましょう。29位、キッチョヤチェ。キャラ変わりすぎでしょ、ずっと好きだったのに15円でガキになって困惑したなどの理由で不人気なのです、ということでね、ちょっとなんか大人びた冷静なね、そういうキャラを思ってたんだけど、なんか変わっちゃってなんでだよみたいな感じかな。確かにまあ急にキャラ変わったりするとなんか思ってたのと違ってえみたいなのが確かわかるんですけども、まあこの程度で嫌いになってもらっちゃその程度ないよ。はい、次見てみましょう。28位、エタニティラルバ。常世の神とアゲハチョウ一切噛み合わなさすぎなどの理由で不人気のようです。でも結構魅力あるキャラとしてできてるんですごいと思います。次ミミちゃん、ミミちゃん27位、ミミちゃん。パクリやん、東宝中ってセッソないのかねなどの理由で不人気なようです。それもうパクリっていうかオマージュなんだよ。もう東宝プロジェクトでよくある、他の作品でもよくあるオマージュ、他の作品のいいとこを受け継いでいくっていう、そういうやつですよオマージュってのは。次26位、キツメ。正直に言ってちょっと苦手などの理由で不人気なようです。もうやめて、大雑把、もう具体的な理由欲しい、その正直のとこが欲しい。もうなんか分かんないのよ、そんな曖昧な答えされても俺コメントしようがないんだよな。正直に言ってって何だよ、そこ正直を答えてくれ。25位、豊里耳の巫女。生理的に無理、生理的に自己中心的なところほんと無理などの理由で不人気なようです。こういうねなんかナルシストキャラと言いますが、この自分に絶対的な自信があるキャラ俺好きなんでね、これはね巫女好きですよ。分からんやつはまあ分からんままでいいと思います。次行きましょう。はい、24位、大ナマズ。大ナマズ、どこでこの大ナマ登場しているか知らない、東方でこいつ見たことないんだけどなどの理由で不人気なようです、ということでね、まあ悲壮転属のしか出てきませんからね。しかもなんかメイリーの夢の中みたいな、そういう感じのキャラなんで、てかランキングにこいつ入ってんのすごいな。なんでこれよくこんなマイナーなの入ってんだよ、ミミちゃんしかり、すごいな。23位、雲山。ただの雲、ほんとマジでキモいなどの理由で不人気なようです。おっさん嫌いかいというね、そういう感じの人でしょうか。雲山からもう拳飛んできましたよこんな。22位、コメージ小石。小石入ってきちゃったよ。美しくないし天使でも神様でもない、緑と黄色の組み合わせがちょっとトラウマなどの理由で不人気なようです、ということで、そりゃあね小石悟り妖怪なんで天使でも神様でないのは当たり前ですよ。黄色と緑の組み合わせってもそれも小石である必要ないやん、それもう他のキャラでも言えることですからね、東方に限らず。何があったんだよ。21位、伊吹スイカ。うざい、アルコールキャラなどの理由で不人気のようです。もうなんか嫌なことされたんかお前、ある中に。まあそうだったらまあ共感できると思ってんのかこの野郎お前、なるわけねえだろお前。はい、次、20位、上等グーマヨミ。若タケルの従者、上等の人の首の役を任された名もなき戦士などの理由で不人気です。何言ってんだ一体これ俺何これどういう意味なんかちょっと全く持ってわからないんですけども、どういうことなんでしょう。はい、次見ましょう。はい、19位、西田里乃。弱すぎる、神の子分であるのが許せないなどの理由で不人気なようです。何すごいの、もうお前沖縄様の部下なのにこんな程度のやつらのかよみたいな、そんな感じなんかな。18位、マイレベリーハーン。似たキャラがいっぱいいる、2位創作でキャラ広告、
二次創作でキャラがごっちゃになるなどの理由で不人気なようです。まあ、ゆかり様と似てますけども、二次創作でキャラがごっちゃになる、もう公式を見てくれ。はい、次行きましょう。17位、定例団舞、マターラのおまけとして出されただけの微妙なキャラなどの理由で不人気になる。もうどっちも嫌われてんじゃねえか。アケとか弱すぎるみたいな、そんな感じでしか思われてないんですね、この二人は。はい、次行きましょう。16位、ヤタデラ・ナルミ、東方二次創作シューティングゲーム、東方魔法城、望月一葉の劣化パクリ、存在が好きになれないなどの理由で不人気なようです。まず、望月一葉って何でしょうか。これ似てるか、これ。傘みたいなのをかぶってますけど、一つ人間二つな空を歩く不可思な巫女、能力忍術を使う程度の能力、 JK って書いてあるな。キャラに負ける公式キャラ、どういうことでしょう。次行きましょう。15位、犬走りもみじ、天狗の中で最弱、いない方がいい、正直必要ないと思うなどの理由で不人気です。俺は欲しいですね。ぜひ聞かせてください。いない方がいいって、もういなかったらいなかったらなんか寂しいだろ、天狗の業界。次、14位、岡崎ゆみ、名前もごく普通だし、見た目赤一色だから嫌、正直どこが可愛いのかよくわからんなどの理由で不人気なようです。まあ名前はまあ実在しますわ、岡崎君、岡崎真嗣の嫁の名前だよ。どこが可愛いのかよくわからん、もうその普通だし赤一色だからっていう、そのイメージがつきすぎてもう嫌いなんでしょうね。はい、次、13位、レイセン、ブックオフの CM に出そう、アクアスタイル代表が不思議で度が過ぎたエコひいきするせいで嫌いになったなどの理由で不人気なんです。何があったんだよ、ほんと CM に出そうっていうのがよくわからないんけど、どういうとこがそう CM に出てそうな感じじゃん、これ。エコひいきの、これはよくわかんないです、これに至っては。もうよくわかんないですね。次、12位、元織子鈴、上流国民だから暴れても退治されないっていうのが気に食わない、東方キャラで唯一上級国民としての証拠がある人物、よく知らないキャラだけどネタにされてるのがうざいなどの理由で不人気なようです。よく知ってくれ、だそっから文句言ってくれ。王流国民ってそんな扱いされて、そんな呼ばれ方してんの、これ。俺聞いたことないんだけど俺。次、11位、黒駒咲、黒駒の字がむずい、馬娘にいたよね、可愛いとは思えないなどの理由で不人気です。関係ねえじゃねえかよ、二つ。字がむずいはもういい、しょうがないやん。この漢字作った人に言ってやれよ。馬娘にいたよねって、まあ確かに馬娘ではあるけども、プリティダービーには出てないんだよ。客室どうなってんだお前。これ次、10位、あ、こっからトップ10ですね。まあここはまあショーツでも紹介したんでね、まあ知ってる人も多いと思います。でまあ結構一部カットしたとこもあるから、あ、こういうのも言われてたんやってのはわかるかな。はい、10位、ジョーが、大嫌い、順子を狂わせた元凶だからなどの理由で不人気です。まあこれは俺を唯一わかるわ、こいつがやったせいでね、順子は狂って漢字で日本を起こしてみたいなので、ちょっとまあ見た目がね可愛かったとしても、ちょっとこいつは俺はちょっと嫌なキャラだなって思います。まあこれは唯一わかるわ、こういうの出してくれ。9位、またら大きな、テーマがかっこよくて特別感もあって好きだったのに、バンバンこいつ出しすぎて特別感なくなって悲しくなった、子供みたいな喋り方が苦手などの理由で不人気なようです、ということでね。まあ見た目ね、ちょっとゆかり様に似せてね、なんか落ち着いた雰囲気ってのがあったんだけど、なんか子供っぽいじゃんみたいな、ギャップ萌えっていう魅力を知らないんでしょうね。はい、次行きましょうかね。8位、雲井一輪、萌えから飛び交されてるけど元の寸絵だと全然可愛くない、ほんと不人気な、その理由で不人気になるんです。もうほんと不人気って、それ言い切る、その自信どこから出てきてんだこれ。もう美化されてるけどって、もう大体ズンや同じぐらいの可愛さだと思いますよ。どこが違う、その差を感じたのかよくわかりません。後ろにいるウンさんのせいか、おっさんいるぞっていう理由か。はい、次、7位、タダラコガサ、生理的に無理、悲劇のヒロインぶってるがなきゃ、もう生理的に無理って何なんだこれ一体。ミコンの時も言われてたけど、どんだけ嫌ってんだお前これ、どういうとこが嫌なんだよこれ、悲劇のヒロインぶってるかこれ、もちろんわかんないですけどね。うん、次、6位、森近凛之介、原作知らんけど変態なイメージがある、なんと言われようか嫌いは嫌い、見るだけで無筋が走るなどの理由で不倫ってやつ、もうむちゃくちゃお前嫌われてんじゃねえかお前これ。な、原作知らんけどってお前原作知ってから文句言えよお前。次、5位、ハヤニアス新ケーキ、見た目も中身も嫌い、ワーストトップ5に必ず入る、デザインに無理やり感を感じるなどの理由で不倫ってやつ、もうめちゃめちゃ見た目ディスられてるよお前これ。ケーキにお前これ何されたんだって、そんぐらいなんか嫌われてますねこれ。次、4位、よりがみしおん、ロングのボサボサヘアが不潔、行くとか関係なく単純にこいつにキャラの魅力を感じない、天使の腰巾着などの理由で不人気なようです、ということでね。そう、貧乏神に清潔感を求めるな、もうこれもうサラッサラのシオンだとお前何なんだ、もう全然お前貧乏じゃないやんみたいな、そういうは逆に言われると思います。貧乏神のくせにお前めちゃめちゃ裕福してるやん、めっちゃいいシャンプー使ってんのかなっていう、もうキューティクルのシオンになるぞお前。次、3位、コマのアウン、コマのアンはブサイク、グロテスクな東方キャラ、こいつが何を言いたいのか全くわからんなどの理由で不人気なんです。めちゃめちゃ言われてるやんお前、ブサイクってお前もうそ東方ファンの前でそれ言うなよお前。絶対あれ実際ね、ゆうこ様はねディズられたことあるんでね、もうめちゃめちゃこれね
激励に増えるぞお前この用語言ったらお前これロテスクってお前そんななんかクトゥルフ神話に出てくるお前化け物じゃないんだわ。2位二つ岩は真水をちょっと次のページかな。意味で影薄くて見にくい、優遇される意味がわからん、魅力ない、なんかよくわからない、何がしたいななの理由で不人気なようです。こいつもめちゃめちゃ言われてるな。意味で影薄くて、まあまあその、ね、カラーリング的なね、そのなんか派手派手しさみたいなのないかもしれないね。なんかよくわからない、何がしたいってもう分かってくれ、もう俺が逆に聞きたいわ、もう何を言ってんだって言いたいわ。次、はい、1位ですね。はい、1位宇佐美すみれ子。東方キャラほとんど好きだけど、こいつとあの狛犬は本当いつ見ても吐き気がする、ゴリ押し、なんか見た目老けてるなどの理由で不人気なようです。っていうことで、なんなんだこれ一体。なぜかもう会うまで巻き込まれてるやんかお前これ。ゴリ押しって何がゴリ押しなんかよくわからんけど、なんか見た目老けてるってお前16歳だわお前。東深見高校1年の女子高生、それかこいつめちゃめちゃロリコンなのかな、高校生以上はババアみたいな。見た目老けてるってこれメガネかけてるからって感じなんかな。確かにメガネ取った方が可愛く見えますよみたいなのあると思うんですけど、ということはさ、俺もメガネかけてるから老けてる、やかましいよ。はい、ということで、まあ以上になります。最後まとめ書いてありますね。ここまで嫌いな東方プロジェクトのキャラクター30選不人気ランキングを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。1位は伊佐美聖子でした。皆さんもここで紹介した東方プロジェクトのキャラクターをチェックしてみてはいかがでしょうか、ということでございます。皆さん、これが全てですよ。あ、もう普通の東方ファンだったらね、ここに書いてあることをほぼ 99% に理解できないと思います。交換できるの上下ぐらいじゃない？こういうこのまとめてたらどっからこれ情報を仕入れてんだろうね。イちゃんとかそこら辺からなんか言われてんのかな？やっぱまあ人気になるほどね、アンチも増えるっていうことで、まあ人気になってるっていう証拠なんでしょう。これはね、誰からも愛されるコンテンツなんで存在しませんから。嫌われてもしょうがないのかなって思いますけども、まあなんかそんな大々的にこれ言うなよってめちゃめちゃ思うよな。心の内に留めとけって思いますわ。このサイトいろいろ見てったらなんかいろんな作品でなんかこれ嫌いなキャラランキングとかなんかいろいろ言われてんのよ。これ何なんだこれってこれ。そう、早々のフィーレンとかも出てるやん、これ。最新の。すごいな、これもう。まあ、すごい、マッチョランキングとかなんか、まあ、そう、いい感じのランキングもあるけど、なんか嫌なランキングがもう、ポン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 出てきてるやん、これ。もう、プリキュアとかあるやん、これ。何なんだこれって。もう、すごいな、これ。はい、ということでね、まあ、今回は以上になります。今回ね、紹介したサイト、概要欄と、あとコメントにもね、貼っておくので、ぜひ皆さんご覧ください。はい、今回は以上になります。この動画が面白ければ、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、通知をお願いします。はい、ということで、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。じゃあ。